海林駅は岐阜県岐阜市近縁町7丁目にあった名古屋鉄道美野町線の駅である。1911年に美野町線が美野電気軌道の路線として開業した当初から存在する。開業当初、路線の起点は岐阜や長瀬駅にあり、そこから当駅までの区間は美都の町通りを経る経路をとっていた。しかし1950年に鉄脇通りが拡幅される。 ことになると、美濃町線もこちらに線路を移し、起点は、岐阜屋長瀬駅から、鉄名町駅に移った。この時に当駅も、新線上に移転している。2005年限りで、美濃町線は、全線が廃止され、それと共に当駅も廃止された。平洋軌道上の相対式2面2線。ホームはなく、路面を緑色に塗装した、グリーンベルトから乗降するようになっていた。 鉄明町から梅林までは伏線だが、ここからは単線となる。そのため、自動信号化になるまでは、スタッフの交換のため駅係員が常駐し、駅北側には小さな駅舎もあった。梅林の随流寺山麓にはかつて車庫が存在した。車庫は1918年に長住町に移されている。岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線と美濃町、伊比。 谷組線の85年郷土出版社、1997年、58ページ。ISBN4 から876700974。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、174ページ。ISBN4 から794207964。ABCDE、岐阜のちんちん。 電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ。ISBN4 から876700974。87 AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図町7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。 ISBN 978から4から10から79万25から 8AB 川島慶造全国鉄道事情大研究名古屋北部岐阜編1創始者1997年176ページ ISBN4 から794207964電気車研究会 鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路線略図、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、34ページ。ISBN4 から876700974。ありがとうございます。